準備されたんだな。何椅子だった。はい、よくおいでいただきました。私宇佐美仁と申しまして、このお寺は臨済宗の妙心寺派でございまして、中徳山南陽禅師と申します。そこの私は担当でございまして、実はここの奥に飾ってございます一仏の木像なんですが、それ私おととしになると思いますが、寺役でここ行きとって、ずっと昔からお寺で仏様大変あるなと思って見て回りよったら、ちょっと見たら番号が書いてあるようやったもんです。でそれをちょうど羽野先生と長尾はじめ先生を一緒に連れてここの前に並べて見たら、やっぱり三十三観音像で、そこに配りましたように、これは男系の人たちが寄進でできた仏像でございまして、これもそこに寄進者の名前が書いてありますが、そういったものをいろいろ考え合わせてみますと、明治10年代にできたものではないかと思います。ちなみにここと同じものが、八幡町の南ですか、あそこにボタン寺ってありますが、慶勝寺にもここと同じ形の仏像がございますし、また犬山からちょっと上流に登ったところに、蛇行院っていう紅葉寺の、あそこにはもっと大きい形の一仏ずつの三十三観音がございますし、あそこの裏の本堂の裏のそばに大きな石で一体ずつに彫った仏像がございます。こういう台座がございまして、これ30番は30番の側は千手観音なんですね。これで藤村兵十郎という方が揮毫された名前がここに書いてございます。それでこっちから1番です。如意輪観音さんですね。1番、2番、3番で順番にこういうふうに並び替えをして、これで26、21、28、30、一番向こうが33番の谷口さん。で、ここに下に寄進者の名前が書いてございますし、その明治10年代というのは寄進者の名前を見まして、そしていろいろな古い文献などを見まして、やっぱり明治10年代の始まりぐらいからこの仏像がここに安置されない作られたんやないかと思っております。ちなみに慶勝寺の、ボタン寺の慶勝寺の三十三観音さんも同じぐらいの年代で、おそこの和尚さん来ましたら同じ年代で作られたことを言っておられました。